話したいことがあるんだけど、ちょっとだけいい？うん。こっちでいい？あ、うん、もちろん。なんだろう、昨日のことかな。それにしてもここ人気が全くないんですけど、これは絶対殺される。お前さん、はい、昨日のことなんだけど。はい。私ちょっと言い過ぎたなって思って。え、あ、いや、そんなこと、私たちもなんか感じ悪かったかもっていうか。それだけなの。あ、じゃあ、ダメだ、また後悔するかも。香坂さん、私も昨日はごめんなさい。なんか人の噂話とかうだうだ言ってないで黙って練習しとけって感じだよね。うん。あとね、私からも言いたいことがあるんだ。この間練習なくなった日、ドボルザーグ吹いてたの、あれ香坂さんだよね。すごく元気出た。私も頑張らなきゃって思った。だからありがとう。ご清聴ありがとうございました。だけど、なんだかそれは不思議と嫌な気分ではなくて、少し気持ちよかった。